メイクで人って変わるの本当にって思う人が多いじゃないですか。昨日もそのね、受講生の方も言ってましたけど、本当にメイクで人生が変わっていくっていうの醍醐味をね、しおりさん結構いろいろと感じてると思うんで、そこら辺はちょっとよかったら感想をもう一回言ってほしいなと思って、無茶ぶりでございます。無茶ぶりでございますね。そうですね、メイクを習うっていうのが、まあ、そもそもそんなにその誰かに教えようとかそういうつもりもなくて、ただまあ眉が描ければいいかなとかその程度だったんですけれども、コミュニケーションメイクを習うことによって、それを自分の日常生活に、取り入れてみたところ、いろいろなまあ変化がありました。まあ、仕事の面では自分がその発していた言葉だとかしていた行動だとかっていうのが自分の脳で考えていたことだったっていうことに、まあ、気がつかされたというか、まあ、それは一番びっくりしたところで、それがまあ自分責めっていうのをこうしてたところにこうつながった時に、人からこう、まあ、いろいろ言われたことだとか、なぜうまくいかないのかとかいうことを自分の脳だけで考えるんではなくて、相手の脳で考えた時にどうなのかって、まあ、そういうような視点で物事を考えられるようになってきたんですね。そうするといちいち落ち込んだりとか、それから腹を立てたりだとか、まあ、そういうようなことっていうのが、まあ、なくなってきたっていうか、でそうするとメイクっていうのでそれが自分の中の気持ちっていうのがシフトチェンジできるようになったってですね、それはメイクが3パターンのメイクっていうのができるようになったってことで、それができるようになった。そうするとそれはあらゆる場面で活かせるようになるんですね。仕事場面だけじゃなくて、日常生活の、まあ、プライベートな部分だとか子育ての部分だとか、まあ、夫婦関係だったりとか、まあ、そういうところで活かせるようになってきて、メイクの力っていうので自分の気持ちをシフトチェンジできるって、いやこれはすごいなって本当に思うようになりましたね。それで人生が変わりましたっていうお話でした。ありがとうございます。さすがに本当に昨日もねそのお話を聞いて、まあ、受講生の方もね、あそうなんだって、そんなにそのメイクで思考ってね、要はこの今言ってる脳タイプっていうのは人それぞれの考え方っていうのは皆さんあるのは分かると思うけど、やっぱり脳タイプ大きく3つの脳タイプによって本当にその考えてる思考の傾向もそうだけど、行動の仕方も違うし、やっぱり選択する基準が違うんですよ。もうそもそもその後頭葉とか側頭葉とか頭頂葉とかっていうこの脳は皆さん持ってるんだけど、どこを優先的に使うかによって発する言葉が違ったり、要は行動も早くなったりゆっくりになったりじっくりになったりというね、こういうふうなことを脳タイプの特徴を知る、そしてその脳タイプの特徴の中にはもちろん美容とかメイクに関わる特徴もあるわけですね。でそれを僕らはその本講座の中で脳タイプに応じたメイクができるようになってくださいと僕は言ってるんですね。そうするとしおりさんも今日は名タイプでこう登場したってことはもう僕らはこうやってわかるんですが、一般の方のメイクの傾向を見てもこの方はなんか名タイプっぽいなとか耳タイプっぽいなと、こういうことをきちっと分析する力もしおりさんはもう持ってるわけですよね。そしてまあ職場の方でこの方はまあ、名タイプだったら名タイプに合わせた自分の思考をきちっと調整を取ってあげようと、そのコミュニケーションの取り方を、まあ、脳タイプに合わせたようにするということをできるわけですよね。でそれが普通の方は自分の脳だけしかないと考えて自分の脳だけでやってるから、違う脳タイプに合わせていくとなんで分かってくれないとかなってくるわけですよね。でしかも怒られた時はなんで私こんな怒られなあかんのとか、なんか理不尽なことばっかり言われたりすることってあると思うんですよね。
で、その時に相手の脳が自分の違う脳タイプで今はこういう特徴が出てるんだというふうにして、まあ、冷静になれば、今翔平さんが言われたように腹も立たないし、あ、まあこんなもんなんやな、こういう脳タイプの方はこういうことやなっていうことが分かって、自分を責めることもなくなったと、まあ、そういうことですよね。そうですね、はい、他に何か補足ありますか？大丈夫ですか？そうですね、あとは、うん、長男のことですか？あ、長男いや別になんか振ろうとしてはないんやけど、なんかまあいろんな成功体験があるんで、もしよかったら言っていただいたらね。これは長男さんのことはもう恋愛に関わることで、婚活もそうだし、うん、まあ、夫婦間もそうだしね、いろんなことにね使いますからね、うんうん、じゃあよろしくお願いします。まあ、あの長男はあの私がパソコン音痴だったので、まあ、その横で、まあ、サポートしてくれてるような感じだったんですね。だから、まあ、必然的にあの先生が講座されてるのをまあ、横で聞きながらだったんですね。そうすると、まああの男子にとってやっぱり興味があるところはあのじゃあどうやったら女の子と仲良くなれるかっていうところだと思うんですが、で彼はあのじゃ あのどういうタイプのメイクをしていたらどんな感じの女子でどう考えててどういうふうにアプローチしたらお付き合いできるかなっていうふうに、そういうふうに転換したみたいです。それであの実際に、女の子の方のメイクを見た時に、あ、これは目かなとか手かなとか耳かなとか、そういうふうにあの、まあ、分析ですね、それをして、でじゃあどういうふうにあの声をかけたら喜んでもらえるかなとか、どういうお店をチョイスすればいいかなとか、そういうことにあのいろいろ、まあ、使っていったというか、それでお付き合いに行くと、あのお付き合いするところまで行ったっていうような経緯があります。ね、でもそれは本当にあのすごくその理系のね、理系の息子さんやから余計にそのなんか、はい、こう自分の中で戦略立てるっていうのはちょっと堅苦しいけど、でもやっぱり最初そうですよね、男の人もやっぱり好かれようとするから、うん、あのこの彼女の、好みっていうのをやっぱり知っていくためには、やっぱりその好みに合わすっていう脳タイプのね、思考をきちっと周波数合わせてあげるっていうね、そういう戦略をきちっとできたと思うんですね。でしかもこのタイプの女の子、例えばその女の子が低タイプであれば、その低タイプの方が憧れる考え方とか憧れる脳タイプってあるんですね。その相関性っていうのがあってね。で実は低タイプの方っていうのはちょっとこう自分の中でこうゆったりと生活をしてるもんだから、あんまりこうシャキシャキしないで、あまりなんていうのかな、体感でこう生きているんで、あの論理立てていろんなことを、物事をきちっとこう組み立てるのがね、あんまりちょっと得意でないんですね。でつまり耳タイプのような男性の方がすごく憧れるとか尊敬の眼差しで見るわけです。そしたら低タイプの女の子からすると、耳タイプのような男性の周波数を合わせていくっていうね、その長男さんがそれした やと思うんですよね。そうですね。でしかも理系でね、ちょうど理系でよかったね、はい、そうですね、うん、そうでそれをきちっとやっぱ相手のことをまず知るということが大事で、それを知ったら、あ、自分の得意なところをちゃんと喋ってもいいんだということになるわけですね。これがところが相手が、うん、女性の彼女が目タイプであれば、その耳タイプの出し方をすると実はダメなんですよ、ね、うん、そういうあの理屈っぽいことばっかり言わんとってみたいになって、もう、あ、うざいになるわけですね。でそういうふうにしてやっぱり相関性も知った上で脳タイプの特徴を知って、まあ、あのお話をしていってうまくいったと、このそこは冷静だったよね、うん、長男さんはね。そうですね。それを お母さんにもだいぶいろいろ相談されたんでしょ、その話を聞いてると。そうですね、最初はやっぱりあのその眉の形が脳と関連しているっていうところがやはり結びつかなかったみたいですね、うんうん、なのでその女の子のそのメイクを見るときに眉の形を見るっていうところからまず彼は入っていって、
って眉の形っていうのがそのいろいろ違うんだっていうことが、まあ、あのこの講座を受けた私から聞いて意識するようになったところだったので、だから眉の形をまずを見て、そしてあの、まあ、特徴的な、まあその脳タイプによって、特徴的な出る言葉だとか、それから雰囲気だとかっていう方向に次は行ったみたいですね。だから眉はこんな形だったけど言ってることはこうだったって、おいしいとかいや それはあの実はこうなんだとかって、もうワンステップ上がったところに次 あの考えないといけないことがあるんだっていうことをまた話していったりとかしたんですね、うん、だからまあ、あのすぐにあのなんて言うんでしょう、あのこうだからこうっていうふうに簡単ではなかったですが、うん、あの一つ一つこうあの見てきたこと、それからあのいろんな話したこととかをあのこうだったけどじゃあどうなんだみたいな感じで、まあ、一つ一つ、まあ、理系的に彼はこう分析していったっていう感じだったですね。そうですね。で実際のところあの彼は耳タイプということですよね、お母さんから。お母さんは目タイプ、そうですね。ね、で家族の中にこういうふうにタイプが分かれてくると、あのやっぱりその最初は分からない、なんで同じ親子でもこんなに違うんだろうとか、同じ、うん、まあ、うちも長男と次女がいてて、もう僕が目タイプ で次女が低タイプで長女が耳タイプなんですよ。だからもうみんな違う。で同じ一つの屋根の下でいてても過ごしていく時間の感覚とか感覚、あの時間の感じも違うし、行動の仕方も違うんですね、うん、だからそういうのですごく最初は戸惑ったんやけど、まあ、この本講座の内容というのはそういう脳タイプ その行動もそうだし、で今ちょっと出しますとこういう方に傾向値があるっていうことで、まあ、長男君男性の方からすると女性のメイクって、まあ、そんな風に見たことないと思うので、なんとなしにこのメイク好きとかこのメイク嫌いとかっていう程度やと思いますけども、まあ、こんな風にして僕が監修したのはこの眉の特徴、メイクの特徴、これがある程度脳タイプによってこんな感じの特徴がありますよと。これはまあ特徴なんでね、全てがこれに当てはまるってことではないんだけど、なんとなく傾向値としては低タイプの人はこういうふうにして柔らかい印象、ナチュラルな印象で、目タイプの人はちょっとこう華やかな印象で少しこう躍動感になるような眉を作ってるような印象で、耳タイプの人はちょっと安定感品格を持つ、ちょっとシックでクールな印象、まあ、こんな風にしてある程度の眉の形とかメイクの傾向値をまとめたんです。でこれを説明すると、目タイプの人の眉は絶対これ、ね、これなんでしょっていう風にして、まあ、長男さんから言ったらそうなるわけですね。いやいやそんな簡単なことなんやと。で昨日もその話したのは、一応こういう傾向値はあるんですって、本人が気づいてない時はそういうふうにしたいっていう傾向値はあるんだけども、例えばこの3人どんな脳タイプもそうですけど、美容部員さんの仕事をしてるとやっぱり違ってくると。メーカーさんのメイクのやり方っていうのをきちっと学ぶんで、脳タイプを無視してそのメーカーのメイクをしないとダメなんで、シャキッとした眉を描いてる人が多いですよねと。でもプライベートになるとその低タイプの人はやっぱり緩やかな眉にしたり、メイクノーメイクのような状態で過ごしたりすることが多いんですよと。そういうようなところをちょっとね、うまくなんていうか複雑にこう絡み合ってるんだけども、まあ、それも理解した上で傾向値だけを掴んでいくっていうことをね、昨日話したところだったんですね。長男さんが理系なんで、特に耳タイプの人はこういう、矛盾を追求するのが非常に上手なんです、ね、そうですよね。僕がこうですよって、こういうメイクはこんな傾向がありますよ、ノータイプはこんなんがありますよ、確かにあのいろいろとこうやってねバランスがあるんですよと。だから、特別にこう分かりやすいような方、明確なタイプはこうだけど特徴のない人もいてると。本当に均等に脳タイプ あの出し方が均等な人もいてるし、しかし、隠れてるっていう感じもあると。実際は目タイプ のように見えてるんだけど、もうちょっとなんていうかな、低タイプのよりとか耳タイプよりの人もいてると、まあ、こんなふうなことを、まあ、やっていくとですね、本当にこうやって一つ一つ、これは
当に凝縮したことですけど、まあかなりいろんなことを学んでいくと言葉の使い方とかね出てきますもんね。まあそういうことを学んでいってるのがこの本講座ということで、まあ、しおりさんがそのお母さんやがまの認定講師になられて、まあようよう1年なのかな今認定講師になられて。そうです ね, ね。でそれをいろんなその第三者の方々にお伝えをしている中でやっぱり自分も変化があったと、まあ、そういった成功事例をねたくさん今ねたくさんこう出てきてるちょうど状況じゃないですかね。なんかだんだん分かってきたみたいな、腑に落ちてきたみたいな。そうですね、それこそ昨日の、講座では、うん、耳タイプのメイクをしたんですが、うん、まあとにかく最初耳タイプのメイクっていうと私の中にはないものだったので、もう耳タイプのメイクを練習するのが嫌で嫌でそしてそのメイクをした自分の顔を鏡で見るのがもう嫌で嫌で仕方がなかったんですが、ある時ふっとあれ耳タイプもありかなみたいなそんな時がやってきて、その時は自分でも本当に驚きましたね。あんなに嫌だったのになんだこの変化はと。なんか耳タイプのメイクをし続けたことによって耳タイプの自分にいつの間にか思考が慣れていたというか、耳タイプになることに抵抗がなくなっていたというか、だからシフトチェンジが自分の意思でできるようになってたんだっていう、そこになるまでにはやはり練習もいりますし、まあ、辛抱してそこまで、まあ、やったのもありますし、まあ嫌だ嫌だと思っていたのにいつの間にかこんなのもありかって思える自分になってたっていうのもありで本当に不思議な、だからそこが自分が勝手に自分は目タイプなんだって決めつけてたっていうか、だそうではなくて、どんな自分にでも自分でなることができるんだっていうふうに、まあ、気がついた瞬間でもありましたね。ね、まあ、そこまで理解できてそこまで実感を共にするともう本当に何て言うかな、いろんなところに活用利用できるスキルになってると思いますね。うん、本当はそれがなかなか人って自分のこと俯瞰できないんですよ。だからもう余裕がない時は特にね、自分の脳だけで主体的にものを考えるから相手がどうやこうやとか、私はこんな風な仕打ちを受けたとかっていうのにいろんなことをこうマイナスにとってしまいがちなんですけどね、まあ、今言われたようにちょっとこう周りの上司の方からバーッといろんな仕事を任された時に、まあ、いろんなことクレームっていうかな、もっと早せとか、なんでそんな間違ったばっかりするんだよとかいろんな言われた時に普通だったらめげるんだけど、そんな時にこの耳タイプのシャキッとしたメイクをやり続けるとこなしていけるようになるっていうね、メンタルもまた強くなるしねっていうことを、まあ、しおりさんはこの間看護師の中でもそんな話してませんでした？そうですね、まあ、耳タイプのメイクっていうのをすれば、まあまあ、論理的にいろいろ考えたりとかできるのではないかと、まあ、ちょっと実験してみようっていうことで、職場に行くときには本来私は目タイプなんですがちょっと耳タイプのメイクをして行ったんですね。で、そうするとですね、自分の、まあ、メイクをした顔を朝見て、そして今日は耳タイプで行くんだっていうふうに、まあ、決めて職場に入ります。そうすると行動だとか、それから思考だとかっていうのが不思議なことに耳タイプになっていくんですね。そうすると言葉も耳タイプですし、相手から言われたことに対してのその受け答えだとか思考も耳タイプになっているので、今までとは対応が自分の対応も違いますし、当然言ってる言葉とかも変わってくるので相手からの反応も変わってくるんですね。その調子で言っていると仕事場での対応が耳タイプの対応になって、耳タイプの行動になり、
耳タイプの仕事の仕方になっていたんですね。そんな感じですね。で、ね、うん、で結局そのまあまあ、看護師さんって特にそうですよね。バタバタタイムリーな仕事ですよね。もうこれとこれとこなさなかんっていういろんな、まあ、切羽詰まったこともあるやろしね。そういう時に冷静に効率よく、そしてスケジューリングをきちっと取り、で対応の仕方それもね、いろんな患者さんに説明したりする時もなんかね、ドキドキすることなくこうきちっとこう丁寧にできるみたいな、なんでかっこいい系のね、そういう自分が見えたっていうね。そんななんか普通だったらそんなことなるって思うと思うんですよ、一般の人は、うん、ね。でも僕はそれをずっと長年やってきて分かったんですよ。顔を作るとその人の本当に人格が変わっていくんですよね。だから顔の作り方、うん、これはまあ、顔が先かね、内面が先かってそれはもう別としておいて、で中がメンタルが強くなったら顔もちろん顔にも出ますけども、まあ、その顔をまず作っていくと自分の弱かった部分もシャキッと強くなるというね、まあ、そういう表裏一体の部分があるってことはもうこれはもう断定して僕は思ってたんで、でそれをこうやって、体験をしてくれてるっていうことはもう非常に嬉しい限りなんですよね。だからあんまり職場では低タイプのようなメイクをしてるとちょっとこうふわっとした感じで周りには親しみがあるような、うん、そういうまあ職場の時にはいいんだけど、ちょっとこう命を預かるとかね、ちょっとね、そういう看護師さんでやるとやっぱりね、なんていうかな、今みたいな、耳タイプとかそういうよりとかね、で、まあ、ちょっと目タイプもいいか分かりませんよね。ちょっとこう少し、暗くなってる性格の、まあ、患者さんに向けて華やかにちょっとこう対応するとかね、まあそういうことで、ちょっと今日はご覧の皆さんにね、少しこの本講座のね内容、ノータイプメイク、コミュニケーションメイクってどんなもんやということをね、少しだけ、まあ、お伝えをした次第でございます。はい、まあちょっとこう資料を見せればこういうことで、メイクを活用した高度なコミュニケーション術ということで、まあ、自分のノータイプをまず知ってみましょうと。そして自分のノータイプを知ると、まあ、相手とのその周波数の合わせ方、これが、分かるようになるっていうか、それをまあ理解するっていうかな、これが高度なコミュニケーション術になります。普通の方はそういう相手の脳とか自分の脳っていうのを周波数を合わすとかってなかなかその調整をするっていうのが思いつかないし苦手であし、まあ、それをうまくコミュニケーションを取っていく方法をですね、メイクという楽しい、メイク術を通じてそれでコミュニケーションを取っていく、まあ、こんなことを学んでるのがこのカリスマおわびと本講座という、講座になってます。はい、まあ、友達、家族、恋人、職場、それから商談とかね、まあ、仕事においては集客に至るまで全てにおいて、このコミュニケーション術というのは必要になってきますんでね、ぜひぜひ、興味のある方はこの本講座に入ってみんなで仲良く成長していきましょう。じゃあありませんかということですね。本当にありがとうございました。またね、ほじゃん。はい、じゃあご覧の皆さん、また来週日曜日お会いしましょう。今日はありがとうございました。どうぞ素敵な日曜日をお過ごしください。それじゃあさよなら、バイバイ。